ドレスデンで開かれたハンナチス集会でのカトヤ・キッピング。カトヤ・キッピングはドイツの政治家。左翼党議長及びドイツ連邦議会議員を務めている。ドレスデン出身。1996年に同地のアンネンギブナジウムでアビトゥーアを終了後、ロシアのガッチナにて1年間ボランティア活動を行う。その後、ドレスデン工科大学にて、 スラブ研究の学を2003年には同大学で学術修士を取得。ベルリンとドレスデンに在住。既婚者で娘が一人いる。ドレスデン工科大学入学当初より学生運動に深く関わり、1998年に民主社会党に入党。2003年7月以降、PDS の副議長となったドイツ全土に及ぶ。 統一的革新政党の発足を強く支持し、2007年6月には左翼党の副議長に選出される。2012年6月2日に行われた第3回全国党大会で議長に選出。次来、ベルントリークシンガーと共同で党を取り仕切ることとなる。1999年から2003年までドレス電子議会議員を務め、1999年から2004年までは、 ザクセン州議会議員を兼任。2005年左翼党連邦議会議員に初当選を果たし、ザクセン州では筆頭候補者として名を連ねた。連邦議会では、労働市場改革へ、2009年11月25日から2012年9月26日まで、ドイツ連邦議会にて労働を及び社会問題委員会の議長を務めた。なお、地元選挙区は一貫して、 ドレスデンにある。2004年12月から2008年4月にかけて、ベーシックインカムネットワーク代表を務めたが、雑誌、プラハの春で働くことを好んだため退任。左翼党内では、カレンレイ及びユリア・ボンクと共に、リバータリアン社会主義の処理念を支持する解放左翼に、属した。2007年12月、極左受刑者を支持するデモンストレーションに参加。左翼、 革新政党系シンクタンク、現代連帯研究所の創設メンバーである。ゼクシシャツアイトゥングホム28、デトセンバー2012、キッピングウーンとライクジンガーフロンティフザーストリテイン、リンケスピーゲルオンライン、二十二二2012、アブジェローファン a m 三ジュ二2012、ウワールデパーティバーロシュタンズ、大イリンケ、二十二二2012、アブジェローファン a m 三 ジュニ2012バンディスタグデハットローテヒルフェイブイ、バンドシュタグザベジョードニートデアフロクツヨンダイリンクイムバンディスタグトレイトンデアロテンヒルフェバイダイアンデレンミッドグリーダーデアバンディスタグスフラクションワレンセビムドクデイランネイラヒルシュントマイケルルタートアオスデムサシチェンランドタグジュリアボンクウントフレイヤマリアクリンガーハットアンスティーチュソリダレスキーモダングランドングスマイトグリーダー ありがとうございます。